たらすぐ前髪出そうと思ったんですけど <laughs> 大丈夫ですか恥ずかしいタカミ君めっちゃ美人本当にちょっと本当恥ずかしいな恥ずかしいなら出すなやって話なんですけどあのやっぱなんかこうたまには面白い面白くないけど別に面白いことしたいじゃないですかだからなんかたまにはいいかなって思ってやってるんですけど。 もうパジャマなんでねはい辻さんかわいいありがとうございます可愛い,いありがとうございます <laughs> ゆうすけくんあ本当大人リオンな感じしてるなんかねもう眉毛ってねわからんのやけどどうでも今の時代さなんか眉毛なんでもありというか眉毛に正解がないなって思ったんですねなんていうんやろ眉毛というかほそう他のものでもそうなんですけど 何でもかんでもなんか正解がないなって思ってちょっともうもう、どうにでもなろっなれえあなれと思って <laughs> そうチェル、そう前髪なくても可愛い子あの、センター分けでも可愛い子とかあってすごい本物だなって思いますねやっぱり私はまあ眉毛やり眉毛あおでこ出しとか結構好きなん 嫌いじゃないんですけどやっぱちょっと勇気がいるかなって感じがしますねそううん垂れる感じの眉毛困りま困り顔みたいで可愛い<笑><笑>なんか私すっごい一時期すっごい困り眉で最近はちょうど良くなるようにってちゃんと書いてるんですけど眉毛はそってはないあのちょっとなんていうんやろ邪魔な邪魔な毛んていうんかな いいらない部分を抜きます私はなだからあれなんすよねゆりゆり今日めっちゃ大人っぽいすごいあ本当に <laughs> あほんとにちょっと待ってああもうおかしいっておかしくないけど別に今日はねあのお風呂入る前に配信しようって思っとったんやけど今日なんかすごいあの体がだるくってちょっと一旦お風呂入ろうかなと思ってお風呂入ったんですけど なんか、まあちょっと健太ん,ん、抜くの痛い痛い痛いんやけど痛いけどや慣れたら全然余裕ですねうん美咲ちゃん眉毛あこっちゃさんハートありがとうございます眉毛はねえっとねなんかねこれお母さんがもう何歳二十歳より前二十歳ぐらいからずっと使いよるやつで勧められてこれか使ってマキアージュかこれマキアージュよねマキアージュ <laughs> 違う改良された改良されたんや。マキアージュやね、でも。マキアージュ <laughs>、こちら、ま、あ、見えわ。マキアージュダブルブロークリエイターパあ、パウダーもついとんんか。やつ。GY921、何これ、ブラグレー、グレーか。あ、グレーらしい。私、髪が黒髪やけん、グレーにしました、そういえば。こん,こんなやつで。 こっちのやつで描いてで、パウダーもたまにちょっと使うんやけどこれなんか、なんかよくわからんこういうの、なんかセットになってブラシがセットになってるやつをこう使ってこれすごいでも確かにね、いいようん <laughs> 数に身長高そうに見えるそうなんよやっぱね、おでこだしたらおでこだしたら身長高さうに見えるっていう考え方がなんかチビなんやけどそうで,でこ出しどうですかなんか、うん、毎日、こうえ、な <laughs> 同じのってこと <laughs> うううあのお母さん何回もねでも長持ちするかまあ割とでも何回か使ってあそうそうそうおでこ出しどうですかなんか毎日ねこうお出かけしててもこう髪の,髪の毛のレパートリーがやっぱなくなってくるんですよででこ出しをこうやりたいんやけどうーんどうなんやろなーみたいな感じで <laughs> めっちゃいいかわいいやばいほんとにでさこちゃんえー なんでそんなにみんな優しいのかわかんないですけど男の人っておでこあるのおでこはみんなあるわ <laughs> おでこ出してるの好きなんですか女の子は結構いろんなヘアスタイル好きじゃないですか普通に自分自身もヘアアレンジするの好きやと思うしあると思うしなんか たけるくん人によるあ確かにやっぱ似合う似合わんっていうのがあるけんねこの子はでこ出した方がいいけどこの子はパッツンが好きとかっていうのはまああるかもしれんよねあきたろうでこ出しスキピーあ本当たまーにぐらいやったらいいかなたまにつらさんめっちゃ英語しゃべれそう,うわーおーマイガー お前がーベリーベリー嬉しいよ <laughs> 全然喋 <laughs> 全然喋れんかったわすいませんねっでこ出しは新鮮よねまあなんかちょっとしたいんですけど私なんかね今日はねそんなに多分むくんでないけん大丈夫ないけどなんとなくでこ出こだしというかそのおでこを出したらすごい太って見える感じがし すするるイメージがあるんですよねどうなんやろ自分が思ってるだけなのかよくわかんないんですけど何なんだろうねなんか私はそうそう,こう思っちゃってあんまりやらないんですよ。<laughs> っていう感じ。やっぱ大人っぽくなるよね前髪上げるだけで大人っぽくなりますよね。うん 清原ならスリムそ <laughs> 顔がスリムって面白いけど <laughs> そうやな太ってない大丈夫かな韓国っぽいあそうなんやへえなるほどねそうそうそう、こうなんかほっぺが強調されるという感じなんていうんやろここら辺というよりはなんていうんかなやっぱもともとの顔としてはそんなに多分でこ出しが似合うあのー、なんていうの、フェイスラインってわけじゃないんですよねなんか。 ま、絶対やったらいかんっていうわけじゃないとは思うけど、あん、そう。まあ、前髪ある方がいいのは絶対、それはそうやと思うんですけど、まあ、たまにはいいかなっていう、たまにやるのがいいかなって感じですね。そう。でも私、えっと、いつやったっけな、中学校の、え、あれ、いつやろう2、2年生、3年生、え、分からんけど、いや1年生かな分からんけど、一時期前髪長かったです、もう。 こんぐらいまで伸びてで、こうやって流して紙結んでいってましたねうんそうそうだからえツイートもしてほしいいやパジャマやけどいいんやろうかこれ <laughs> 明日ちゃんとやろうかな明日ちゃんとゃ明日ちゃんとデコ出すっておかしいけどえすっごいおうち感あるけどまあもしいいのが取れたら載せます <laughs> やったらちょっとツイ,ツイートする 12時までやけん、それまでに終わらないかんで流し前髪とかね、やっぱ憧れますよねみふりまんさん、そう髪伸びたよ、めっちゃ髪伸びたやっと、やっとなんか自分でもねなんか伸びたなって実感してきましたねうん伸びたよね、やっぱり私ってうん <laughs> 私ってやっぱり伸びたよね、うん、やっぱ伸びたと思うじゃあ写真今日いいの撮れんかったらえっ、ー、と、また明日デコ出すかな出すかな <laughs> にぎりカメラマンのお母様任せよっかいやいやもうねあのねでこ出しはね他人にたどりっていうんかなは漏れないんですよ自撮りやったら結構ねもう別人になるんでごまかせるんですけどそうだからもうあのあれよもうでこ出して他人に撮ってもらって可愛かったらもう本物よって感じ <laughs> そう私もねセミロングぐらいが好きなんですよ。結構ね、長すぎたら、あのー、なんていうのえっと、あれなんですよね。ちょっと重苦しくなっちゃうんで、いいかなって。あ、そう、ポンパドールっていうっけ、あれも好きなんですけど、私でもお風呂上がりすぐこうやって、これをピッてつけます。あのー、んやったっけ、あれ。んやったっけ、あれ。<laughs> あ、そうそう、「らっよろしく、ラサイよろしく。ラサイよろしく」の時の変な、あのー、 あスクショたどりやんめっちゃしかも加工ができない <laughs> ちょっとみんなあの写りがいい感じのこう英語喋れそうな写真だけ載せてくださいお願いしますそうこうこれね,ねあれラスアよろしくでつけてたと思うんですけどもうこれをお風呂上がったらすぐこうやってピッてつけるのでってなったらもうこういう跡がすぐついちゃうんですよもうでも別にアイロンしたらどうにかなるんですけどなんかパッて綺麗なそのまま流れとった今もいっかーと思って。 韓国でライアンと同じパッチ買ったあ、本当入れるこれねこれはアマゾンかどっかでお父さんに頼んでもらったんやけどこれじゃないあの髪、ー、ゴムの方ゴムとりしてそれ家中ライアンがいっぱいあるこのゴムはね、あのー、韓国で買いました何円やとかこれでも別前髪結びましょうねこうやってして <laughs> 私この髪も好きなんですけどこうやってするやつ そうそうそう <laughs> それをせんでいいよ <laughs> あどんちゃんハートありがとうございますまあだから、ま、このこの髪型で眉をひそめた感じ絶対かわいくない,いやどこがかわいいんよこれ <laughs> あい明日ライアン付きのデコ出ししましょう私も,もう家ではもうずっと前髪上げてますでも、ね、家でね、ま 前髪上げるのやっぱいいと思うよ今ちょっとおでこなんかできてるんですけどあのやっぱおでこに前髪当たって荒れる人とかもいるみたいなんで別どこも行かなくてこうずっとお家におる時とかは全然おでこ上げてた方がいいと思う。そうワクテカさん d ンスッピンもいけると思う本当にいやすっぴねえ。 すっぴんがね全然可愛かったらもうすっぴんで配信したいですけど私はまあもうどうしてもメイクするのがもうめんどくさい時はぐらいよね私自身そのメイクするのが好きなんで割とメイクをするんですけどうえちゃん最近数年ぶりに前髪作ったあそうなん前髪作ったんやいいやんなんかさこれあるあるやと思うけどさ前髪ずっと長かった子が 前髪作ってきた時のあれやばいよねあれって <laughs> あれしか言わんあ,のあれよな、あれやなんかこう <laughs> あの可愛いいよねやっぱなんかその子がさデコ出しの方が似合っとるとしてもやっぱなんか前髪ができた瞬間ってさ新鮮やし前髪あった人がこうやって流すよりも前髪ずっと流してたともう長かった子がバッサリ切ってきたのってなんかこううわっ 可愛いってこう、なるんですよどっちが似合うとか別としてそうあれやんわかるやろみんなあれやろそういやちょっとあれは <laughs> そ,うそうそう、あれはあれやねそうあれはちょっとあれやなーって思いますね、うん、ひなっちょ前髪切りすぎておんまゆになったえいいやん私ね一瞬ね一瞬の気の迷いでおんまゆやってみたいとか思ったことあるんですけど私絶対おんまゆは似合わないんでやらないですけどなんかねおんまゆにしたらなんか オンマユにしてる間ずっとハッピーでいなきゃいけない気がするんですよ <laughs> すっごい偏見なんですけどなんかオンマユの人ってすごいハッピーオーラーが出とるけんはこうオンマユにしてしまったらこう、眉毛まで前髪が到達するまでネガティブなことを言えない気がして <laughs> すっごい偏見, <laughs> 偏見なんですけどオンマユにしたったらもう鏡に映ってる自分がすっごいハッピーじゃないですか何にしろもう。 ねんかうーんこうすごいハッピーでいなきゃいけないっていうこう何て言うの使命感を感じてしまうんですよわかるこの感じ <laughs> 逆にいいかなもうすっごい病んだらもうお前にするんで察してくださいあの口には出さずともここにいる人たちはこう口には出さずにあってこう察してほしい私がお前になったら何て言うんこう何て言うんやろうねうん あ、ちびまる子ちゃんもお前かなんまゆかんかねおんまゆってやっぱこうハッピーやんこうねなんかおんまゆってお母さんうなずいてるんで多分清原家みんなこうやって思っちゃうんだろうけどなんかそうお,前お,前おんまゆおんまゆ御座眉毛よお,お前がえな何何あえ、そう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 なんかそう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 で,さ眉毛全開で してたらさなんかもうへーってなるやん。これや,やけんかな。<laughs> こうなんていうんやろ。なんかあ、そうそう。そう。そう。そこの人何勝つこんなやつ。そう。そう、そうそう。あでもその人ちょっとあれよね。あんまり楽しい人じゃないよね。くっ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 くくでしたよね。ねあ、そっか。思いやっぱ偏見に過ぎんな。これはあ12日目配信ありがとうございまーす。 のたさんもハートありがとうございますもう一回やって。みたいなしてたらなんかこうすっごい気になるというか気になるやんもうなんかね気になるからさこっちがもうねなんだろう、ね、やろねねひなっちんはやけんハッピーに行けてやっぱ私の偏見があるからやっぱハッピーに行ってほしい。こ 野口さん多分楽しい人ではない多分楽しい人ではないって言ったらちょっと失礼かもしれんけどでも多分正直楽しい人ではないよね、まあ、そうなそうやってしてくださいって言われてそうやってしてるんやろうけどね野口さんも多分ハッピーにしないでくださいみたいな感じでねもうやらんってうゆイちゃんもうやらんってまあやるけど。 してたらなんかこう眉が、眉毛が隠れとるよりもすっごい多分ね気になると思うよやっぱそれは気になるやんだってそなんしてみこうあのー、ねこう前髪ありでそういう顔しとるんと前髪なしでしとるんとで、ね、こう。 違いがみんなさ載せるのいいんやけどあの英語喋れそうなこういい感じの写真と一緒にこう載せてほしいわこうねよろしく頼んだわ、うん、あ可愛い,いんやもうありがとうそんなあそうそうそうインスタでさ質問っんえっえっと何やったっけ質問,をこー質問お悩み相談みたいなしたらねすっごいね届いててね全部答えたくてめっちゃ答えちゃってるんですけどでもまだ残ってるんよねそう。 ありがとうございますちょっとね答え答えてもらってないよって人もおるかもしれないけどなんかねお悩み相談がねめっちゃ来てたんですよすごい来てたお悩み相談みんなお悩みあるんやなって思ったんやけどそうそうだからあのー、な,なんちゅうのそういうのをこう私に相談してくれるのが嬉しいなって思いますそう。 水道橋ささん質問されましたごめんなさいもう一回してくださいごめんねなんか別にだ本当に、まあ、当たり前やけど誰からやけんどうとかっていう感じに選んでるわけじゃなくてまて、あ、全部答えれんからこうパッパッパッてダ,ダダダって選んでる最近,あ最近今回のは結構なんか悩んでる人の質問に答えてたんですけどこうお仕事とかねそういうのもいろいろお悩みあったんでそういうのそういうのなんか。 聞いてててくくれるのっっ嬉ししし書きままたた答えました <laughs> でもねなんかね一番多かったんじゃないかなってぐらい恋愛相談がすっごい多くって今回でも答えれないのもあるじゃないですか答えれないのはないけど何て言うんやろうなこう,なんこうこ、うん、でも答えれないのもあるけんさ。 全部が全部答えれんかったんやけどこう女の子ってやっぱ悩みって言ったら恋愛になるのかなって思ったんですよねあ、まあ男の人もおったけどねそうたけるくんハートーありがとうございますありがとう <laughs> 高見かくん悩みあんまないかそうなんや悩みなかったことって私ほとんどないわたぶん答え、答えづらいというかなんて言うんやろなんかね、こうんーな わかんねえなーみたいなそうあのっていう感じうんリオンに恋愛相談ちょっと面白いなと思ってしまったいかな, <laughs> なんかあのー、全然なんか人の恋愛話聞くのが好きなんですけどどういうのがいいのかなあ何て答えるのがいいんやろってこう私の直感でさこう答えたら なんかしょうもないことしかできん気がしてちょっとわかんないんですよね <laughs>。そうな,なんなんうかねどうしたらいいんのよね。すごいハート百個ありがとうたけるくん。そうあのどの質問のディオンの答え見ててもマジ元気でる。本当？おサンタさんありがとう。そう全部こう自分の思うように答えてみてるんですけどもうなんかさそうそうそう。 ジロ、うん、郎さん「りーはまっすぐに生きてるから悩み相談するのにもいい」っていうけど本当にに何かこう何て言うんかなお仕事の悩みとか学校の悩みとかってまあ私は今学生でもないし仕事もそういう社会的なこうお仕事ってしてないけんさなんか多分100%共感はできんけどね。 そう、丁寧に丁寧にってこうそう長文で答えました今回「土さんハトありがとうございます」そうなんですよ。けんなんか100%分かり合えないけどでも大変なのをこう私に教えてくれたのが嬉しいけんなんか自分なりに何か答えれたらいいなってこう思ってこう、こうそういうお悩みを中心に最近は結構こう答えました。 そうそう,そう <laughs> 悩みばっか来ちゃってもいいよ全然質問も嬉しいし悩みも嬉しくってもう何でも嬉しいんですよ全然 <laughs> うんだから匿名やしね誰が答えたか分からんようになっとるけうゆいちゃんよしリオンに恋愛相談しようそうし,よう <laughs> してほしい」なんかもう聞きたいんよみんなの話聞きたいです全然だからこう全部答えれてないんやけどこう恋愛相談の見て「へえそうなんや」とか。 ご先輩が好きで、こうなんたらかんたらでとか、なんちゃらかんちゃらは。ああな、なん、たらかんたらがあったんですけど、脈ありでしょうかとか。脈ありか脈あり、脈なしかはちょっとね。人によりはね、なんかそこに関しては価値観が全然人によって違うわけん。ありがとう思うんやけど。そうそうそう。ゆうすけ君には優しいか、優しいのか、本当に。 こうきくん結婚願望ある結婚願望は別になって今はないけどでもやっぱお母さんが早く結婚しとるけんやっぱ早めがいいなってそのアイドルとかそういうのとかやってなかった時は思ってましたねあのなんか中学校とかで書いてたこう未来予想図とかそんなんではもう20前半とかで結婚してとかってこう考えてましたよ、うん、うでも今は別に何て言うんやろ なんか楽しい結婚というかそのね、なんかねそういうのいいやろうなぁとは思いますけど結婚はあんま考えとまだねそう、今の時代で言うと早いやろうなぁって思いますけど来たらディーヨンが男性に求めるものやっぱ私がわがままなんでこうご飯作ってくれてあの、家事ができる人が <laughs> いいですね。 私もまあご飯ね作らないかなって思いますけど作れるようにならないかなって思いますけど私が「あーもう今日は何もしたくないなー」って時にこうヒーローみたいに何でもやってくれる人がいいです <laughs> ヒーローじゃないヒーローじゃないねうん,なんそういう,こう人がいいなでなんかこう清潔感がある感じの人 爽やかかな、まあ、なんか私が本当にわがままなんでもう言う,言うこと聞いてくれる人というか <laughs> がいいなって思いますもうヒーローとか王子様みたいな人じゃないと私はもうダメなんやろなって思う,う自分がダメ人間すぎてそう本当にそう家事得意なヒーロー <laughs> ヒーローじゃなくてもいいヒーローは別に いいわヒーーロは普通に理想はお父さんかどうなんだろうお父さんも短期よね割とそうでもないかそこまでじゃないかどうなんやろなんかお父さん お父さんみたいな人絶対嫌とかは絶対ないしお父さんみたいな人いいなとは思いますけどお父さんはどっちかというとお父さんみたいなお父さんが欲しいって感じなんでま、今ゲットしてるんですけどゲットしてる今ゲットなうなんですけどお父さんは何かどっちかというとお父さんの理想像じゃないけどこういうお父さんでよかったなっていうお父さんなんで何かどっちかというとお父さんのまゲットできたんでよかったんですけど。 お父さん、理想のお父さんゲットだぜっていう感じなんですけどそうなんかおつ理想のお父さんですお父さんはうんお母さんも理想のお母さんって感じ別に別にっていうかそのなんていうの親として理想的な感じそうゲットしてるんですけどそれも今ゲット中で逃がさずゲットしてる最中なんですけどねうん。<laughs> だからお父さんは本当に厳しくなくってダメなことはもちろんダメって言うんですけど本当に自由に自分のやりたいことやんないと後悔するけんできる時にできることをしようということでお父さんも思い立ったらすぐこうどっか行ったりとかするしっていう人なんでこうお母さんの方が割と心配性な方やと思うお父さんは私に結構何でもやらせるし。そそそそう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 ,そう だから結構、まあ、芸能活動させてくれてるぐらいなんで両親どっちもまあ自由に行きなさいっていう、まあ、安全第一で自由に行きなさいっていう家族ですね逆に <laughs> 理想の娘ゲットだぜなのでは <laughs> 確かに <laughs> それねお母さんが産んだ時に理想の娘ゲットだぜって思ってくれてたら嬉しいですけどね <laughs> そうそうそうでも本当にあに理想的ですよ、うん、理想的な お父さんも、こう、なんかドラマとかでよくあるなんていうんかな、あの、結婚は許さん、みたいないやあ、あ、ないんかな、そういうのね、そういう人じゃないもんね、そう、そういう人じゃないまあ、さすがにね、なんか、あっさ、あっす、みたいな感じの人連れてきたらね、あれかもしれんけど、お父さんは本当に割とこう、自由な感じで <laughs> そんだ瞬…やっぱ、ゲットする瞬間って産んだ瞬間なんで 産んだ産った瞬間に思ってくダメだし、いてこと、私も生まれた瞬間に思わなきゃいけないね。いい母ちゃんの元に生まれてきて、いい母ちゃんゲットだぜっていうこう子供の名前 <laughs> 思ってたら <laughs> いいですけどね。そう、いやさ、わかんない。こう見た目じゃないけど優しいみたいな人もいるかもしれないからね。こう見た目で判断しちゃダメですよね。こうサングラスかけて。 感じで入ってきて「お父さんすいませんよろしくお願いします」みたいな感じの人もおるかもしれんけどさそう考えたらこう見た目が全てゃないからあれですけど、うん、そうでも本当にあのお,お父さんとお母さんはもう理想的なんで私はもう本当に家族で充実してるってとこはあるよね家族に恵まれまくってるなっていう。 感じがしするもう心心からもう心から感じますよ急に <laughs> 確かに見た目大事やっぱり見た目はちゃんとしなきゃいけないと思ううんこうちゃんと服をこうちゃんと着るこうちゃ,ちゃんと着るこうもう私はもうなんか中学校とか高校の頃とかもうどういう男の人が嫌いかって言われたらズボンをこうずり下ろしてる人が嫌いって言ってたんですよ 腰パンみたいな今おらんかあんまりね今おら,んあんまおらんかもしれんけどもうそういう人が嫌いっていっつもそうやって聞かれるたびに言,言ってましたね今,今時あんまそういう人おらんと思うんやけどやっぱ服をちゃんと着るってこう人間の基本というかねっって感じがするじゃないですかだからそうそうそうやって思いますうんって感じする。 ますまま、わかるな、なんていうんやろなんかやっぱ見なりちゃんとしてる人がいいですよねやっぱ腰パンとか懐かしいよねだってうんそう賢治郎あしたから服を着も着てないんかい <laughs> 絶対着とるやろ今 <laughs> 絶対着服は着て頼むけみんな服だけは着てほしい,よもい,いよ頼むわほんとそこはうんそう身だしなみはやっぱ大切ですようん こう、清潔感を保つとかもやっぱ大事なことやと思うまあハンカチ持ち歩いてない私が言うのもなんですけどやっぱハンカチを持ち歩いてる女の子はもう真の女の子やと思うしそうだから大事よ、まあ、男の人男の人ってハンカチ持つんですかねお父さん持たんやろ絶対ねお父さん持たんよねお父さんあお父さんタオルは持つは確かに、まあ、いらんやろって感じだけどねうん だから粗品さんみたいなちゃんと服着てる人ですけど粗品さんあ確かにいつもちゃんとスーツ着てますけどねそうそれはあるけどまあ、スーツとかまあ、毎日スーツはちょっとあれあれですけどさあれですけどさうんモテるもっええー、持つんだマジかええー、うそうわどうしようあやまちゃんこんばんはミクチョコちゃんも。 えー、マジか持っとるんやうわーなんかごめん正直言うと私持ってないええー、持ってないんやけどマジかへえ男の子がハンカチ貸してくれるとキュンとするえそんな経験あるかなだってハンカチって私男の子ももたうイメージなんですけどね私はこう手洗った時にうーん じゃなくって、<laughs> じゃなくってペーパーが置いてあるのがいいですね。乾かないじゃないですか。あれ結構なんか気休め的な感じで一応やるけど乾かんのよね。そう、うん。なんかな,なそうそうそういうの <laughs> ギーオンギーオン、うん。あティッシュは持ち歩きます。私ティッシュは持ち歩く。 もう鼻が弱いんであとまあティッシュって割と何でもこうね使えるかなって感じするんでティッシュは絶対持ち上げますうんーってやっても結局ね音だけ一丁前ほんとあれはうんてったら怒られるけどねえそれはねずーっとやりよたらさすがに乾くと思うけどちょ,ちょっとねなんかそうそうそう。 私にし私」私私ってやつあったね <laughs> もうおすしらさんのやつマジで面白いそう乾かす気ない、まあ、かといってあれ以上こう風の強さを高強風にしたらちょっとねあれやと思うけどさそうそうそうだからやっぱもうなんかもうペーパーでいい気がしますけどねやっぱあれがちゃんと乾くというか吹けるんで、うん、って思いますうん。 っていうう話を、そういろいろあれやそう私はもうハンカチ持たないかんけどねまあティッシュ持ってるだけいいんじゃないかなって思いますけどティッシュは持ってるんですよこう、ちゃんと、うん、ウィーンってやつ汚いの飛んできそうでいいやあーあ山 P さん久しぶりえー、な、なんかねまたああ確かに分かるかも私もねあのなんかウィーンってさこうなんて言うんやろこうそのな中の部分で手が。 こう側面というかとかに当たったっっらうわっってなるなるんかねき汚くはないと思うけどそういうのにこう手を通してこうちょっとでも手にツンって当たったらなんかちょっとなんかこううわ当たあ,あ,あ当たらって汚なとこっちゃうな, <laughs> <laughs> なんかうわっ,ってなっちゃうんよねやっぱ,やっぱうんこう拭くのがやっぱ一番いいかなって感じしますけどねうんやっぱ衛生的にもいいのか うん、私卒業そうとそうそう昨日ねなんかお母さんがあんまりにも仕事嫌い嫌やいや言おったけんなんかなんかした方がいいんかなってすごいこう気持ちになってきて皿洗いをしたんですよ私が <laughs>。これ本当にもう明日雨降るよってぐらい今日全然晴れてましたけどすごいことで昨日の夜ねそうそうそう。 それがねあのうちの家、まあ食器洗い機あるんですけどもうね恥ずかしいこと食器洗い機の使い方がわからんくって、ねまあ、お,父さんお父さんはお仕事いやいやあんまやんないんですけど、まあ、お父さんも、ね、日頃からこうドライバーさんしてもらってるんでお父さんの足もねマッサージしてあマッサージ今言えとったね、うん、でなんかそのしよったんやけど、まあ、お母さんがあまりにも。 あれやったけんさこう何枚割ったら割ってないわー1個も割ってないそうお父さんマッサージしながらあのー、ねあれ皿洗いどうやってやるんやで食器洗い器でやったらええんよって言われてでも食器洗い器やり方分からん手洗いじゃいかんの手洗いしんどんないみたいな感じで話しよってお母さん寝よったんやけどねその時にこう子育 <laughs> てねでねでんかもうちょっといや,やろうかなーと思って 私的に別にに別皿洗いいはそんんなな嫌じゃないんですよ何て言うんかなまあ正直ね前に全然やんないんですけどこう皿洗いを手でやるのって別にそこまで嫌じゃないというかだからなんか手洗いでやって手で拭くっていうのが別にそこまで嫌いじゃないきいいかなと思ってそうそうそうなんか「初期洗い機に並べるのがめんどくさくて手で洗っちゃう」「ああなるほどね」 食器は確かに食器洗い機も並べないかもねうんえご飯はね炊けるのかな私どうなんだろうね <laughs> 多分やったことあるけどそのたびに覚えようと1,000件分かんないんですよ一回一回覚え直さんとだから皿洗いをこう手でやってもう手,手でこうあれでタオルで拭いて手してってってやったんですよ 割と別にそこまで大変じゃなかったですけどねうんで寝てで,でお母さん仕事行ってでお母さん今日仕事から帰ってきたんやけどやっぱね仕事しおる方がええわって言ってきたんよほんならあんだけ昨日すっごい病んどったくせにと思ってやっぱねでも私も思って10連休は長すぎる。 10連休も休んじゃったら仕事嫌になるやんかやったら仕事しよる方がマシって思ったらしいやっぱり、まあ、仕事大変やけど仕事しよる方がもうどっちやねんって感じじゃないけどそうやって思ったんやって昨日あんだけやんどったくせにそうやって思ったらしいうん, <laughs> つまさん気持ちはわかるありがそう,そう10連休が逆にきついんよ多分10連休がきつい な長すぎるとそうそう休み疲れって言うんかな、そう多分そういうのがあるんですよか私も今日も何もな,なかったけんなんか逆に体がだるくなっちゃってうんそうなんですよ私ほんとに暇人よもういっそのこと言いますけどすごい暇ですもう。 暇なのもね長,長いともう,もういいわってなりますよねほ、うんとに逆にまあそ,そんぐらい10連休 10, 10日連続はあれかもしれないまあ普通に1週間みっちり働いてでこうゆっくりするぐらいの方がこういいですよねうん。 私はね、今日なんか韓国ドラマ見たくなって探してたんですけどどれがいいか分からんくてさドロッドロしとるんが好きなんやけどねなんか <laughs> あれ何やったっけこう全身こう成形するんやったっけあれ何やったっけあれあったよね面白いやつああいうの好きなんですけどねこうね別人として生きるけどちょっといろいろある 危ないみたいなやつやっけねさあ私休んどる間の方言多分全開になっとると思うそりゃそうよなこんなこっちおったらなみほちゃんおすすめの韓国ドラマ私はあのー、えっとね時代劇や,やったら時代物やったらいれじめをめっちゃ見よっていれじめって何個かあるもしかしていやどうやろ イジ・えイジュンギさんやったっけあれっていう人のやつやったな確かあれめっちゃ見よった記憶があるな普通のやつやとえっとあドリームハイドリームハイ全然ドロドロじゃないけどドリームハイ見てましたそうなんかもう韓国ねそういうドラマ多いんですけどねそういうドロドロした感じのやつなんかこうそう結構そういうの多いんですけどなんやろな でも結構韓国ドラマ割といろんなの見てますねうんまあそのままいるじめ見てたんやあそうなんや結構見石さしいるかな k p o p めっちゃ興味あるとか好きですよあのでも私やっぱその k p o p の全盛期がすごい好きで今日ね YouTube で全盛期が見たくなって見てます全盛期というかねちょっと前のあの結構 そうだなあれいつぐらいになるんだろうアフタースクールさんとかあとまあ、そんなに前じゃないけどホー m i ニッツさんのあとデビュー当時とかなんかあのー、ね日本でもすごいいっぱい出てた時期とかあったけど韓国での結構前のやつとかあそうカラさんもそうだしやっぱ全盛期 とかそのちょ,ちょっと前のやつってこう見てたらうわいやっぱいいなーってなるんですよねすごい好きです、うん、今も好きやし今は私はやっぱ「オーマイガール」さんが好きですねありんちゃんがそう AKB さんとかでもあるじゃんやっぱ全盛期はやっぱいいなーって思いますよね、うん、そうバナナが食べれない猿そうそうそうあの オーマイガールバナナ私は<ッ>そうリーを今ジオンに似とるジオンジオンもしかしてえかカラのまさどうなんだろうジオンちゃんって言ったら私はあのカラカラさんのイメージですねマナティー来てるマナティー来てるほんと みんなよく分かるね私ここで見ない民家にさあどうどうれどこの辺いや私ほんとにあのー、何メンバーとさずっと会ってなくってあし下にいるあのー、いつから会ってないやろそ,うそれ気になったの私ね多分ね いつから会ってないんやろマナティとは13日がには会っとんかそっかでも多分ねみんなあとね1か月ぐらい会ってないですね会ってないと思うあ,あマナティー一,一番下の左側さん私これ横にしとるけんね下が見えん分からんのよねマナティー <laughs> マナティもね毎日配信ね頑張ってる頑張ってるね これみんなさあのな何名字わざと間違えてんのおかおか岡林さん何それマナティ生きてるまあいたいるいる私結構ねあのー、最近暇なんでねみんなの配信行こうって思ってるんですけどさっきねあのー、何人かあれね岡本さんとかもか 言ってるやん、そういうノリもうそういうノリは始まってんの私、丘、丘だと色々ありますよね <laughs> これなんなんこのノリ <laughs> 岡部さん、岡部さん <laughs> 岡部、岡部マナティさんいますあ、福さん、これなんやろ、くまさんかなくまさん、ありがとう <laughs> いやもう、岡、岡左衛門さんとかもうめちゃくちゃやん、これツッコミ入れてくれてるかな 岡部 <laughs> <べ>さん <laughs> どうしよう怒られたら岡 <laughs> 山さーん <laughs> え、岡部さん思い浮かばんかった私今ちょっとパッて思い浮かんだ嬉しいねこうやって来てくれるのは私もねこうラスアイのみんなちゃんとねこう通知くるようにってしてるんですけどやっぱこう、すぐに「わっ見に行こう」ってはしないじゃないしないんですよやっぱね 見たくくなないわけじゃなくってねこう、ずっとずっとショールーム見てるわけやないからたまーにねこう、見ようと思って見てるんですけどでもまだってやつづち来るとああ偉いな今日もやってるーって思うんやけどでも結構ね毎日配信頑張ってる子が多くってなんか、まあ、1期生でもおるけどさ2期生とか2期生アンダーさんがこう、毎日ショールーム頑張ってるの見ると嬉しいですすごい。ななんんかそんな、そ ショールールムのの人みみたいに言ううあるんんでですけど <laughs> めっちゃみんなしつこく読んでるやん <laughs> そうだからなんかあのー、なんちゅうかそのねやっぱ自分自身がこうショールーム毎日続けることとかまあショールームをやるの大事やなって思っとるからこうなんか毎日配信してくれてるあしてくれてるしてる子を見てるとなんかこうショールーム頑張ろうって。 ショールームってね楽しいけど毎日例えばもう100日そう200日とかねって言ったらすっごい大変なことなんですよ一応スケジュールとかもありますしやけんかこう毎日絶対続けようって思わんとできんと思うからなんかこうショールームを頑張ろうって思ってくれてる子がいるのがめっちゃ嬉しい。うん だって,なくても相手怪我してなんかるしそうなんんかしそうよだって喋ってるやんリアルタイムでみんなもさ今こうやってリアルタイムで見てコメントしよるやんそう考えたらもう超合っとるよ、ね、めっちゃくちゃあっとるからうんすごいアプリだなーって思いますよ。うん たまーにするのはねそうほのちゃんもすごい町田のほのちゃんも偉いよだって朝から晩までお仕事の時とかってマジでもう時間見つけるのむ大変なんですよもう絶対ねだから本当にねこう頑張ってる子たちはもうすごいなーって思うし絶対糧になるんでうんそうだからいいなって思いますねうん。 感じでなるんちゃうあ。でもそういう機能ができてもおかしくな,ない時代になってきましたね。そう、ああ、お母さん寝始めた寝始めた。お母さんはもうすぐうっと出しますから。そう、怖いんですよ。あのね、あの開始始める前にお父さんが寝よっていびきかきよったら起こします。あの っってずーっとかけけるわけじゃなたまうたまにおわーみたいな聞こえるやつなんやけどちょっとでもいびきが配信中に聞こえるリスクがあったらお父さん起こします「ちょっと今から配信するき今いびきかけよったよ」とか言って起こして <laughs> そう起こしてからもう一回寝ても眠りって多分浅いと思うんででもお父さんすぐ寝るよねさっきまで喋りおったのにもういびきかくんみたいな感じの時ありますよねうん。 なんか最近家族としか関わってなさすぎて家族の話しかせんよね私どっか行ったりとかしたいんですけどねもうねやっぱ私友達少ないんかなてか友達とねやっぱ遊ばないんですよねなかなか,なんかど休日ってどうやって過ごしよったっけと思ってなんかでも東京おる時も1人でもうオフができたらおっしゃ1人でかいまないうって思って行っちゃうんで。 で今まではねこう愛媛東京にずーっとっと愛媛に2日間ぐらいだけおれてみたいな感じだったからこうな,んなく全然すごい気持ちよくゴロゴロできてましたけどもあまりにもこうあの長すぎてねそう私どこでも寝れるわけじゃないかな寝れるは寝れるけどどこでもってわけじゃない、うん、誘い慣れてないし誘われ慣れてないのかなフォローありがとうそういうことなん でしょうかねそう一人が気楽な時もあるんやけど、まあ、私最近ちょくちょく話してる最近はなんか人といる方が気が紛れて楽というか、うん、やっぱなんかねもう入院したりとなあーごめんごめんごめん,なんか最近これさあれなよねごめんごめんあのー、充電があと何パーですっていうのが出たと同時にショールームがシャ,シャットダウンとていうかその。 切れちゃって今充電つないだんですけどこのこのスマホがさあの偽物のあ違うえっとこっちがガチのスマホでこっちあの配信用のやつなんでそうだからあ,のあんまり用ないよねこれあれやな12時まで配信してで明日写真載せる感じやなねそうしよ12時まで配信ってねそんなんすごい。 <laughs> なんだんもうさっきまで寝よったくせないね <laughs> お腹すくねこうやっておいとったらねそう聞いてほしいんかさ私さもうばあちゃんちんおる時はいっぱい食べようと思って本当にもう怪物ですかってぐらいめっちゃ食べてたんですよそれは思ったなまあまあまあでも人並み以上に食べようった本当にすっごいもうみんなに言うの恥ずかしいぐらいめっちゃ食べようったばあちゃんちんおる期間に でこれ体重,るんあ体重計乗るん怖いよなとか思って思ってたら全然増えてなかったんで、ね、体重が増えてなかったし今日測ったらむしろ減っちゃ,減っ,ちゃって,て減っててえっ何ん,んかその私食事制限とかねしようった時あったけんさこれどういうことやねんって思ってなんかどういうことやねんっていうかその何ていうのなんかえ、これなんか ね食事制限する必要ないやんとか思っちゃったんですよねうん食べな,なんでなんだろうねかお母さんは食べても太らん体質なんじゃないって言ってたけどそこまでじゃないと思うけど私はそこまででも今思ったら別に食べたところでそこまで体重がバッて増えたことってそんなんなかったんでうんどうなんだろうなって思うんですけど、うん、ねえ食べ過ぎた時って多分食べあの 美味しく食べてるからあれなんかな？もしかしたらうん？太らなそうなの？そうなのか？ん、うん、わかんないまあ、なんかね。犬の散歩とかで行ってたりとかしたし、活発にお出かけとかいっぱいしてましたけど、すっごい運動はしてるわけじゃないし、うん。 そうそういつ測ったかで体重変わるじゃないですかだから朝と夜で測るんですけどやっぱまあ減ってるって言ってもね1キロも減ってないけどでもねどっちにしろま太ってはなかったんですよなんかそういうの見たらねえー、じゃあ食べちゃおうって思っちゃいますよね <laughs> そうそうそうだからうん意外とどうなんだろうねなんえでも本当に1日の間1日に 一日の中でパフェも食べてラーメンも食べてとかあったんですよ本当にだからんなんでなんだろうなと思って不思議ですねもしもななみんみたいに食べても太らない体質だったらもうめっちゃ私幸せですけどねもうそうであってほしいもんうんななみんとかもう全然太んないからさそうそう えそう,そうめっちゃリオペンしちゃったのパフェとラーメンっていうねなんなそうなんでだろうだよほんとなんでだろうって思ってまあいいことなんですけど嬉しいんですけど、うん、あれかな今日はあんま食べんかったっけん今日もでも普通の食べたしなちょっとよくわかんないですね <laughs> よくわかんないですけどまあいっかねまあおいしく食べることは大事なんだろうなって思いました もう気にせずばあちゃんちでは本当に食べることって幸せって思いながら食べよったけんよかったのかなーって思いますけどうんそうそう気持ちの問題かなって感じですそうまあ結果良かったということでい、おれ <laughs> いうことで、うん、まあ日々こうマッサージとかねあの小顔ローラーとか してたらまああ体型はるる程度たたた、えー、と保てるんじゃなないかなって思います。そう質問コーナーにもねなんかダイエットの質問がね今回すごい来てたんですけどでもね痩せすぎはよくないですよ多分多分というか絶対私そのあやっぱマッサージおかしかったか今 <laughs> そうあの実際私がそのね桔梗になった時って体重が2 3キロ結構思いっきり落ちて。 がッと落ちちゃってた時あったんでうん、痩せすぎは絶対良くないですそう、すごいそういう質問が来とったけどなんか自分がこう、生活に支障がないこう、ちょうどいいなって体型で全然いいと思うんですよ、私はそうまあね、太りすぎも健康的に良くないとは思うけどこう、ちょうどいいのが一番やっぱいいなって思いますよ、うん 全,全然そう。にーの2 3キロ俺たちの1 0ロぐらいのインパクトマジで。でもねその2 3キロ落ちてる体重で。 中学校とかの頃は全然大丈夫だったんですけど生活に支障もなくそういう病気することもなく本当に普通だったんですけどやっぱ体質というかなんていうのね年を重ねたら変わるんでしょうね今の年齢で今の活動運動量はその体重だと耐えれないんだろうなって思いました、うん、まあその時痩せたくて痩せたんじゃなくてまあ痩せてしまったのであれなんですけどそうだからなんかまあ そう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 いうねだから適応な適,適正な体重じゃないとねそう,そう,そう男の人がなりやすいって聞きましただから私先生に「なんか背の高い男の人に多いんですけど」って言われた時に。 え、全部一致してなくねって思ったんですけど <laughs> でもなんかこう痩せ型の人とかちょっとストレスに、ね、なっちゃうとかあるらしくてでもまあなる人多いとは聞きましたけどねうんそうそんな感じです <laughs> 全然全然当てはまってなくねって思ったんですけどねうんなんか こうひょろーっとした男の人が多分一番なんかなりやすいんだと思うようん。<laughs> 私、背の低い女性なんですけどとか思ってあ,あと4分やこれ勝手に切れるやつよな。緊張するな。この勝手に切れる。配信。もうしばらくやっとらんやろ。ちょっと久しぶりな感じで。<laughs> ね、今日はこうなんかデコ出すと気持ちも前回もうごめんなさい。なんか前髪に偏見がすごくて <laughs>。 ほんま言うんだったらハッピーでいなきゃいけないしこうデコを出したらすぐてを打ち開けられるようなこう開放感を持ってしまうんですよね。なん,なんで,なんでねこれちょっとぶ,ぶちぎり音されますよ久しぶりに。いやなんかもうねそうなんか前髪を上げるとすごくこう開放的になるんですよ。なんかなん,なんでなんでしょうね。こう デコを出すと気持ち気持ちもなんて言うんやろうこう、オープンに「寝よるよお母さん寝よる寝よる今寝よった寝よった寝よったよ」そう。<laughs> ってかもう何でも言えちゃいそうです今なら何,何でも言えちゃいそう何でも打ち明けられそうな感じですよもう「デコを出せば」そうっていうもう本当になんかね病は木からと一緒にこう、気持ち こう,こう一緒でなんかねうん <laughs> ねね寝てさ寝てもいいけど私はこう、ねね、<laughs> こう座ったままこうやって寝るのってやっぱ背骨もこうワーンってなるし絶対起きた時にうわーってなるからそうやって寝るの嫌なんですよ。ね,ねそうやって寝る方がええでって思うけんそれはいかんでって起こすんですよ。 いや、小ガオロラ修理やん、お母さん私の話一番ちゃんと聞いて <laughs> そう、寝て寝てほしいですけどやっぱ背骨がこうねぐにゃんってなりますしそう首首もねあれやから寝転がって寝,寝てほしいそれやったらそうそういう意味ですよそういう意味でそう、ちょっとこう、布団で寝ましょうねーって思ってるんですそう、そういうこと。 寝ないいようにもうお母さんすごもね頭もすぐ寝るけんこう頭がこう <laughs> ご飯食べた後にすぐ寝たりするけん頭がお皿の中にスポンって入ったりとかするんよ <laughs> こうやって寝るけんもうそんなん嫌やあその笑い方シュンって変な笑い方しよう <laughs> そういやそんなん嫌やろそう こうパッて見たらもうお皿の中に頭スポーンって入ってたりとかするからもうそういうの良くないよって思うんですそう本当にでお皿がワーンってこうなったりとかするからもうそれは本当に気をつけたほうがいいじゃあこういう写真ねいいの撮れたら明日載せますねすごいおうちモードなんでいいの撮れんかったらモバメで送りますなので。 って感じでえカレーとかだったら本当に大事故だよでもたまになんかドレッシングとかこう髪の毛にねついてしまったりとかねするって何だその顔 <laughs> する時 <laughs> あるよねそうよくお風呂でチャポンってやるよマジで本当にお風呂私お風呂で寝たことないねだってお風呂で寝るの怖いよだって危ないけんねあもう終わりやん終わる終わるやばいやばいやばいあの本当にね今日いろいろお話できて ありがとうございました。デコだしもねみんな頑張ってくれたんですごい嬉しかったです。ありがとう。